どうも、アルスベテハノです。どうも、アルスベテハノです。ヒロマルです。オッティです。コミタルトモガです。オッティです。はい、というわけで、はい、まずあの服装ど服装確かにこれで何ですか。今いじっとかんともなんかあの、はい、これあれね、罰ゲームね。一応これ罰ゲームですね。まあ、ヒロマルさんに関してはもう普通の高校生やけど、ね、もうほんまに特に何の苦でもない、ないんですけども。ヒロマルさんもね。はい、というわけで、はい、はい、今回の企画は、はい、この秘密は誰のもんだ、爆用人狼。前回が一番やりたかった企画。だからマコさんいるんですか。いや、マコさん、マコさんは。マコさんは。ほんまになんで来たか言って、ほんまに。はい、マコなんで来たんや。なんで来たん。ええ、暴露したかった。したかったでしょ。したいやん。じゃあもう今言うたら、別に言うたら、やばかった。しゃべん、だからそういうのじゃない。直接暴露するより、スレスレの方がやっぱ興奮するやん。お前マジで一番 YouTuber 向いてるんちゃう。はい、はい、というわけで、まあ、ルールなんですけれども、各自ね、世に出されていない自分の秘密を書いていただいて、まあ、それをですね、今回ゲームマスターであるノエリンに、まあ、渡していただくと、まあ、ノエリンに秘密を読み上げてもらって、それが一体誰の秘密なのかというのを議論します。なるほどなるほどなるほど。まあ、議論して、まあ、その秘密が誰か当てられたら、その人は正直に白状してもらって。そうですね。うわ、逆に外れたら、その秘密はもう誰のものか分からずに、こう闇の中。なるほどなるほど。はい、というわけで、はい、やっていきたいと思います。メイクイトバスボーイズ爆楽くん。というわけで、いや、まあこれマコよ。一つ目の声、だいたいマコさんです。いや、もうだいたいマコさん。来い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 言いたいんかお前。それではノエリン君、一つ目の暴露郵便を読んでくれ。はい、花尾さん。恋人に対しては赤ちゃん言葉を使う。あっ、もうこれさ、想像つくんやけどこれ。いや、いや俺は電眼さんだと思うけど。これは俺じゃない、俺じゃないって、俺じゃないって。多分もう電眼なのね、俺の中で。なんでだ。だって俺は多分この秘密やってたとしても、もう書かへん、書かへんっていうか、俺やっててもいい、俺は。でも電眼やったらあかんけない。確かに。だから。ちょっと意味が分からん。どういうこと、どういうこと、どういうこと、もう一回言って。電眼は。いや、ピロマルさんの可能性もあって。まあ確かに。恋人って言ったら。そう、可能性あるわ。彼女。あー、恋人。え、ちょっと一回やるやつ。やってもらってもいい。使ったことないんやけど、マジで。確かに今この中でやってもらって、誰が一番ナチュラルに言えたかってことやね。まあそういうことやね。そうそう。だから、うーちゃんみたいな。何、うーちゃんって、うーちゃんっていう彼氏ね。うーちゃんって。うーちゃんの。うーちゃんね、いいなぁ。いいなぁ。確かに、赤ちゃん。じゃあ、デカさんちょっとやってみます。え、なんで俺がやるの。いや、でもみんなやるって言われる。ナチュラルに言います、ナチュラルに。いつも通り。いつも通りね。うん。いつも通りか。これやばい、これ。いつも通りか。てんちゃん、よしよし、もうすぐね、おっぱいあげ待ちからね。うん、まやちゃん。あげまはい、皆さん顔を伏せてください。あ、そうか、いるこれ。人狼は手を挙げてください。はい、人狼だと思う人、皆さん指を出してください。せーの、はい、電源さん4票でマコさん2票、発表します。まあ、やばいな、発表。人狼は電源さんです。あー、やばい、やばい、やばい、おじさん出ちゃった。え、そうそう、したく なりません。逆にちょっとその仕事で疲れた時とか。え、赤ちゃん言葉はちょっとあれかもしれないけど、まあ甘えるとか、甘えるのがちょっと過ぎるかもしれない。それでは続いての暴露郵便を読んでみよう。ノエリン君。はい、花尾さん、今回の暴露は、大学入学が決まった頃、意識の高さを持て余し、新聞紙を持ち歩くようになった。駅で優雅に新聞を立ち読みしていたところ、し、新聞と通りがかりの駅員さんに惹かれた。かわいいな、かわいいな。これ、ああ、そういうことか。このレベル。まあ、花尾ではないよね、ほんまに。これ俺っぽいけどね。いや、俺の方が聞かない、ちょっと。ああ、そう、そう、俺分からない。まあ、これでも、まあ、でもこれでも曲がろせんかなって感じだな。意識の高さのベクトルが。僕ですか。でも、チャリ2です。そうなんよね、僕、チャリ2です。なるほど。え、ピロマさん、新聞とか読むんですか。新聞、え、長らく読んでない。え、でも、これ以来ね、これ以来。
まあ、そうだったね。ちょっとオッティとかやってたら面白いけどな。そうなんやね、面白いっすね。そうなんやね、オッティにやっててほしいな。わがままでも気づいてそうだね。ピロマルさんは新聞ってものすら知らない可能性あるから。いや、ピロマルさん、いや、でもね、ピロマルさんが秘密書いたっつってこれ出してくる可能性も全然ある。ピロマルさんはまだ文字読めへん。活字苦手芸人、漢字読めないっすよ、多分。バカにされすぎじゃないですか。だってテスト得意やし。じゃあ人狼は手を挙げてください。手を下ろしてください。いっせーので、おい、ここにしよう。俺が2票で、俺も2票か、ヨッティが2票、若い若い票で、若い1票ってことは決戦投票、決戦投票でしょ。もうヨッティやったら地味に恥ずかしいやろうなっていうあれで、あー、レンガーさんルートか。そうそうそう、じゃあ俺もヨッティにしよう。はい、じゃあヨッティに決まりました。はい、人狼はオッティではありません。おい、おい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 、違います。合ってたんじゃないか。顔僕でもありません。え絶対わがちゃん、これ。え、ちょっとそんななんか答え合わせみたいな。おい、絶対は誰だよ。闇に溶けたんで、これはもう。それでは続いてのマクロ郵便お願いします。はい、完全に忘れてたな。今まで20人以上に告白されたことがある。えぇ、おー、おー、おー、モテはじゃねえかよ。やばいやばいやばい、闇に葬りたいですね、これ。闇に葬りたいじゃないですか。え、闇に葬りたい、そういうこと。ピロマルか。当てたらそれ自慢になるじゃないですか。顔赤い。あー、そういうことね。ピロマルさんやっぱ自分からなんでそんな、ほんま今日だけガッツくんなんだよ。これに関してはあっち3人の誰か、こっちルートね。これ絶対俺たちじゃない。絶対俺たち。いや、わがでしょ。絶対俺たち。わがわがわがかピロマル。20やばいですよ。どういう気持ちだった、それ、その時。俺またかって思ってた。これ出しちゃったらちょっと良くない。え、また来たかって思った。困るな、いろいろ困るな。いや、でもピロマル20人に告白されたりとかあるで。え、マジで私じゃないですか。ピロマルさん、いやいや、どうなんやろ。いや、ピロマルさんモテる気もするんや。ピロマルさんモテるか、モテてたやろ。モテてたやろ、さすがに。私全然モテてなかったです。それで言うと僕めちゃくちゃ片思いキャラで、学校の人にこの人好きっていうのめちゃくちゃバレてたんで。ああ、なるほど。なのに逆ってことか。本来付き合ってたら、彼女がいたら、あの、告白してこうへんはずやから。そう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 、からずっと片思い。いい読みです。いや、これ、おい、めっちゃいいんだよ。これなんて、ここで疑われたい、俺。せーの、ほい、わがに5票。人狼はわがです。はい、はい、はい、はい。じゃあ、一人目からちょっと感想をちょっと言って。覚えたよ、覚えたよ。告白の評価ほとんど振ってたんですよ。付き合った人は全員自分から、自分からトニックタイプね。おお、押す、狩猟タイプね。押す。乳首を手で触るよりも足で触るのに一時期ハマっていたです。自分で触るのに、触るのに、自分で、自分で、いや、でも自分で、それどうやって触ってない。うわ、自分で触れる。相手のパターンもあるか。相手じゃない。相手、さすがに相手じゃん、これ、これって。こうやってやるのやん、無理やん、間違いない。これは、これは今、今、確かに確かに、確かに、確かに。こうやってやるから結構遠かいよ、これ。それ、きついで、こうやってやるから。ギリいける、ギリいける、ギリいける、ギリいける。めっちゃ届きます。いや、そんなやつめっちゃ届きます。あ、あ、おっぴや。え、でもやば、足。いや、でも多分これは相手でしょ。さすがに相手や、さすがに相手やと思うよ。わがの可能性もあるよ、これは。マジ？これわがもあると思うで。え、でも大穴でピロマルさんの。え、私やったらでも嫌ですけどね。足でやられるってなんか結構暴力的じゃないですか。あ、暴力的表現。確かに。足、オラオラ系みたいな。あ、なるほどね。S 系、 S 系のある。はい、余ってたやばいってなると。でもなると、なんか確かに、これは結構陽キャの可能性高い。陽キャじゃないと、これやらない。いや、デカイさんじゃないですか。いや、なんで、なんで俺絶対やらない。デカイさんは M ではない。いや、俺どちらかというと M やけど。そうだ、どちらかというと。その情報もいらんな。いや、わがもあると思う、正直。わがもある、これ。結構なんか、飽きたっていう。じゃあ、飽きた、経験豊富やから、この辺。いいんすか、別に暴露されないっすよ、これ。俺はでもまあ、にやけてるやん、ちょっと。俺はピロマルに 100% かな。いやいやいや、この議論でそれは怪しすぎる。人狼は手を挙げてください。手を下ろしてください。指を指してください。いっせーので、3秒。は
花尾さんが2票、ひろまるさんが1票。なんでやねん。人狼は我がではありませんよ。うわマジか、仕組み、仕組みどこへ行った。続いては小学校の頃、プールの時間に水中でバレないように水着を脱ぐのにハマっていたです。まあ、マコさん、マコさん、マコさんかな、これ本当気持ち悪いだろ。お前も背徳感のゴミやね。確かに目覚めるの早すぎやろ、マジで。まあでも鼻の可能性もあるけど、あれはあれは、全然ある、それはある。鼻の可能性は、俺はおしっこまで、より意味が分からへんです。おしっこまで、プールね、まで、いや僕ね、からなんですけど、あとね、小学生って言ったよね。まあ小学生やから、まあオッケーの可能性もあるんじゃない。オッケーの可能性もある。小学生の時はそういうキャラやったかもしれんし、で後ろから脱がすとかはやってたでしょ、男子同士とか。そういう遊びは多分、それの延長で、へいってか、いそうやけど。でも一人でって一人で、一人では書いてないです。あ、一人で、プールの水中でバレないように、でバレないようにやからさ、まあそういうニュアンスね。俺は縦になんか背徳感、今ここで背徳感を感じようとしてるやつがいる。これが実はモテてた頃の我がって可能性あるよね。え、20人時代。じゃあ皆さん顔を伏せてください。ほら、人狼は手を挙げてください。手を下ろしてください。いっせーので、はい、ハノが33、決戦と。そっち系じゃなかったな。どっちかと自分で行動を犯すタイプというか。行動を犯す。脱ぐっていう行為自体にそこまで快楽を覚えへんな。脱がすとか、触るとか、チンコをなんかするとか、チンコなんかする、相手の裸を見るとか、そっちタイプ。俺はそっちの方がダメだけど。でも背徳感って、あの小さい頃、あの押しつぶされてきたから生まれるものだと思うんですよね。だからこいつしか言えないこと言ってる。だから俺小学生とかしてない。じゃあ今はしないんですか。今の方がするってことだよ。いっせーので、はい、3-1で、まこ。人狼はまこさんではありません。うー、マジで違うよ。いや、わこさんだと思う。いや、俺もマジで違うから、ほんまに。マジで、俺マジ違うよ。マジっすか、マジっすか。じゃあもう、ひろまる、ひろまる、ひろまるしかいい。いやいや、このゲーム。いまだに皮を引っ張ってモモンガみたいにして遊んでいる。これ鼻押さえやろ。え、温泉でやってるもん。じゃあ、鼻押さえや。じゃあやってるっけ。まあ、一回ちょっと、まあ、一回もあ、これね、ヒロやったっけな。人狼は手を挙げてください。手を下ろしてください。はい、皆さん顔。じゃあ、続いてのマクロ郵便を読んでくれ。はい、鼻押さん。小学校の時、プールでまたか、まだ異性の友達とお互いの性器を入念に観察し合っていたことがある。これはピロマルさん。ピロマルさん。異性って言いますね。確かに。え、花尾さんじゃない。まあまあ花尾さんやと思う。花尾さんの話も全然。いや、結構学術的な言い回し。生物っぽい感じ。まあこれオッティです。確かにオッティ。いやいやいや、ついに来ました、ついに来ました、オッティ。異性の性器入念観察。確かに、それだけ乗り出すと理系ですね。あんま悪いと思わずに、まあ知的好奇心っていう可能性は結構割とこうなれ。でもそれだったら全然鼻を真ん中に全員あるかな。男やったら、女ってそんな感じなんや。女の子は男ってそんな感じなんやしちゃうってことやね。だからこうなるってことですよね。え、そう、そうだ。まあまあそうそう。え、水中で浮きながらこうなる。立ち泳ぎみたいな。立ち泳ぎ。なんか、シンクロナイズとしてるよ。でもそれは、ちょっと当てて詳しい話聞きたい。はい、皆さん顔を伏せてください。の人は手を挙げてください。手を下ろしてください。せーの。せーで、はい。トレハナさん、ひろまるさん1。電眼1。折れない。で、僕が1です。人狼は、花尾さんです。うわー、おめでとう。よかった。いやー、でも。入念にです。これは結構すごいね。これでもこれでも小1っすね。あ、よかった、よかった。これはもうほんまにちゃんともう開いてましたね。
使える表現なんですか、それ今の開いてたとか誤解調してましたね、いるとかじゃなくて、いやもう触ってた、触ってた、あ、触り合ってたってこと、お互いに触り合ってた、そんなことなんでそんなことになったんですか、いや、プール、これはプライベートなプールです、なるほどね、自分家のプールみたいな、あの、なんかあの、簡易システム、なんでそんな嬉しそうなんだ、いや、ちょっと俺のやっぱこれ出したかったやつ、ちょっと痛かった、手欲しなっとるやん、なんでやねいたしているときに女子に電話しフィニッシュまで聞き守ってもらう、はぁ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 、ええ待って、攻めすぎじゃん、ええ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 え結構話すもんね、ちょっとなんかいやなんかマコさんもそういう、いやマコさんもそうだけど、確かに全部やからね、聞き守ってもらう、ポエムみたいな、そう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 、いたすっていうのはこれ一人なのか複数なのか、これちょっと聞きたい、カスタマーいやこれダメこれもうこれ全然想像してこれ思ってたよ、でももしかしたらすっげえ嬉しそうやったもんだって、一人でやっててバレないように電話してたっていう可能性もある、あー背徳感、あ背徳感、じゃあ俺やわ、でも、俺はだから同性なのか異性なのかもうちょっと分からへん、これもう、あ、そう、確かに女子が女子ピロマルだもんね、俺はあり得ることあります、ピロマルやったら、だから例えばこう女子に、こう、なんか怖いから見守ってお化け屋敷みたいな、なるほどなるほど、あーノエリ、ちなみにこういうの女子の友達で聞いたことある、映え映え映え、これマジで当てたい、言わせたい、言わせたい、そいつに、そいつにこれ何なのかって聞きたいっていうのがある、でもちょっとこの反応見る感じむずいなこれ、意外とえ、なんかやってるやついるんですよ一人、意外とむずいなこれ、この中にいそしクソ調べくれてるやついる、文章めっちゃ気になってますけどね、聞き守るとか聞き守る、いたすも確かに確かに、ちょっと一人でしている時にって書くことも、レンガさんとかはどっちかというとそう書きそうな、確かに確かに、え、友達女、女の子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 、彼女、彼女、彼女って彼女っていうか、パートナーとかって書く、パートナー、彼女だったら彼女って書くよ、女子って結構特定多数から、彼女とかじゃないならどういう仲なんそれ、え、だから斎藤さんとかにかけて、あ、そういうこと、あー、そのパターンある、そのパターンな、斎藤さんパッと広まるな、両手つきました、あー、確かに確かに、やったことあるっすか、斎藤さんね、やったことあるっすか、じゃあ誰やと思ってんの、いや、花尾さん、え、花尾さん誰と思ってる、いや、俺はもうここは絶対そこ入るんや、それではそこでわかるからさ、人狼の人は手を挙げてください、何笑ってんの、手を下ろしてください、はい、皆さん顔上げてください、ちゃんと分からんで、ちゃんと一人上げてたな、まあ俺一番で当てたい、俺は当てたいけど、俺は一応決めたってる、決めたけど、決めましたね一応、それでは人狼だと思う人に指を指してください、せーの、はい、ええ俺、お、花尾さん4、まこさん2、お、俺マジで、それでは俺、俺、花尾さんは人狼ではありません、うわおいお前ら、俺がこんな不純なやつだと思っとったんか、じゃあもうまあ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 後で詳しく、まあまあ後で詳しく、後で詳しく、まあまあというわけでね、まあ企画的にはもう誰かわからんかったよ、そうね、そう、え、誰やったやろ、マジで誰やったやろ、誰やったやろな、誰やったやろな、ほんまに、え、続いては元アイドルの AV を見るときはアイドル時代の MV を見てから本編を見る、マコさんですよね、マコさん絶対どっちか、絶対どっちか、アイドルは絶対どっちか、アイドル絶対お前や、あのアイドルってなるとでもデンガーさんが結構濃い、いやでもここはここもわがままワンチャン、わがままワンチャン、ワンチャン、マジで俺じゃないから、僕でも結構アイドル疎いっす、まあでもアイドル時代知らんもんだって、まあでも興奮するから遡るっていうのは、え、その考えないよ、遡るっていうのはあるんや、あるんやね、マコさんにはあるんや、あるんや、これあれか、タブ開くんか、2つ画面に、タブはね、まあまあまあ、ただデュアルディスプレイ、だってマコさんだって、そっか、あの家にディスプレイあって、あの編集とかデュアルでやってる、あーすごい、なるほどね、こっちで MV 流して、こっちで MV 流して、お前編集のために買ったやつ、お前、そういうことか、僕は電眼さんだと思います、仮に今、三上優愛さんだと思って進めますけど、仮にね、三上優愛がアイドルやった時代、電眼さんが AKB スケやった時代と被ってるんですよ、お前もや、お前も、それ別に反論なってないね、俺もこの人もだって昔から好きやったから、その48だから、俺らよう話すやん、そういうの、皆さん、合わせてください、はい、
共感した人は手を挙げてください。手を下ろしてください。はい、それでは人狼だと思う人投票してください。一斉のーで、お電眼が4で、バッハさんに。人狼は電眼さんです。はい、はい、でしょうね。まあ、誰とか言わんけどが、もう一人います。だからそれはもう強靭だよね。それはまあでも多数決だったんで、闇で葬ります。まあまあ確かに、なるほど。あ、そういうことね。ちょっと待って、ちょっと待って、やっぱ葬らんで分からんけど、そいつと話したよ俺。でもなんか、なんていうかな、あの、例えばそのスカパーとかの普通に服着て出てる時見たくない？わかる？わかる？わかる。その気持ちはわかる。服着てる時に普通に喋って、ひな壇で喋ってる AV 女優見たくない？確かに、女優さんがあの YouTube のコムドットとか出てる時あ、そうそうそう、あれとかも最高やん、やっぱり。